興味なさそうな顔するんじゃないよ。いいから見てな、やるよ。いや別に何も言ってないよ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。スマホが鳴っている。てか5月6日、今日はね、本当やったらくるぶしの誕生日らしいんやけど、お、お品物代金52,240ベル。くるぶしの誕生日らしいんやけど、まあ、うちの島からはちょっとね、くるぶしは出て行ってしまったので、まあちょっとその辺は何してるの？運動中ですか？なんかめっちゃ固まっとるけど。あら、ご機嫌いかがですか、ダフン。話を聞きに来たよ。人の話をよく聞くのが大切だって本に書いてあったので、話しかけてくださるの大歓迎でした、ふん。ふんふん。なんかあれよね。ほんとなんか、みんなの動きが、いろんなパターンありすぎて、あと何パターンあるんだろうか。ん？あれ？もしかして0時来とる？はい、化石ゲットー。ライオネルは鼻の匂いを嗅いでるのか、めっちゃ笑顔なんやけど。ねえ、なんでさ、シャンティもそうやったけど、ここに座るの？あっちを向いて。何かあるの？案内所に。元気そうで何よりだわ、なのだわ。おしゃべりしよう。今日みたいな天気の日は、島の空気がいつもより美味しく感じられるわ、なのだわ。まあめっちゃいい天気やね、今日。お、立ち上がった。ずい座った。なぜ？いや、元気かい、まさしく。世間話でも。春のアユナ、今この瞬間を忘れないよう心のアルバムにしまっておこうか、まさしく。なんか自分の名前つけたけんちょっと変な感じするよね。アユナさん、いらっしゃい。今日も聞かれてありがとね。今日のおすすめはツツジだよ。てかもう今月のおすすめはって言ったんでいいと思うよ。てか思ったんやけどね、飛び回りの時と比べてさ、来訪者のお知らせしてくれんやんか、最初に。なんかそれちょっと不便よね。けんなんか、この案内所前に追ってくれる時もあるんやけど、歩き回り寄る時全くわからんのよね。なんか、昨日ジャスティンが来とったんやけどさ、夜中見たら。え、けど私、夕方とかにうろついてた時全然、ね、見かけてなかったけん。あれ？みたいな。ジャスティンいつの間にって思ったもん。ありがとう。他にも何かご用はある？うん、大丈夫。そっか、また気が変わったら言ってね。ずっとそれで固まっとるのが。どうしたって感じに。今、花カマキリおった。ちょっと待ってよ。私、花カマキリめっちゃ逃がすんやけど、びっくりした。一瞬ドアプレート外されとるって思ったけど、こっちやね。あ、なになに、ハンナちゃん。あのさ、寒い曲を聴いた時に使える、ヒューっていうリアクションがあるんだけど、興味なさそうな顔するんじゃないよ。いいから見てな、やるよ。いや、別に何も言ってないよ。ふぅ、寒。何年か前に全然受けない芸人がいて、そいつの滑り芸を見たやつはみんなこんな風になっちまったよ。だってね。それは師匠のことかい？師匠出てこんのかな？あつ森。ヒューなリアクション教えてもらった。寒。ヒュー。あ、そういえばね、私、この動画外でも2つぐらいリアクション教えてもらって、増えたやつがね、この、ブルブル。と、あと他に、これ？あ、違うわ。くしゃみ？かな。なんか走ってきて話し出したよね、今。そんな急いで話すようなことが。なるほど、星空ね。そうさ、晴れた日の夜、この島では満天の星が輝く。世界中の女の子たちに、このロマンチックな光景をお裾分けしてあげたいね。あんたのことだから、星空の下でナンパしようって腹だろ。おや、アユナ。アユナ島の見どころについて、ライオネルの意見を聞いたとこさ。人を呼んで、島を盛り上げたくてね。ありがとう、みんなしてそんなことを思ってくれてるのね。アユナ君はどうだい？この島で君が好きなもの、よかったら聞かせてくれないかな。自然、住んでる人、特にない。住んでる人。あんた、そんなこと思ったのかい？まあ、いいやつばっかではあるけどさ。と言っても、人の良さなんかどうやってアピールしたらいいのかね、だってね。まあ確かにパンフレットとかに載せるにはね。でもさ、結構求人情報誌とか見よったら、そのバイト先のアットホームさアピールしてるとこめっちゃ多くない？そういうことなら任せてくれ。島へ来てくれた人たちを僕がエスコートしようじゃないか。
名付けて観光大使ライオネルと行く情熱のアイナ島ツアー。ただし参加は女の子限定頼むよ。まさしく頼まれましても。あ、早速ヒューが。それあんたがやりたいだけだろ。っていうことはツアーをしてくれるのはライオネルということだね。お、ペロペロキャンディー、似合いすぎじゃね、アンチョビ。やっほー、アンチョビだよーです。お話ししよう。僕お散歩大好きなんだ。だって空気が美味しくてすっごく気持ちいいんだもん。でしでしでし、かわいい。良きだね。いらっしゃいませ、ませたぬき商店へようこそ、ようこそ。ってことで、あのベッドは買ったやつやね。これなんかさ、メニュー違くない？私が持っとるやつと違うよね。私、だってこんな、何？マックみたいな。こんなんじゃなくてさ、カフェっぽいやつやったもん。ってことはちょっと片方こっちに変えとこっかな、浜辺のやつ。イエーイ。そう、これも種類ないんかなって思いよったんよね。で、あと食器ももらおっかな。そのうち私リビング作りたいと思いよんよ。はい、買っちゃいます。キッチンとかに置きたいよね。お、ありがとうございました、マスター。何かしら。あ、そっか、二つ。住民挨拶キャンペーン。さぬきマイル 200×5 ゲット。そして、経済を回そうショッピング奨励キャンペーン。たぬきマイル 200×2 ゲット。イエーイ。そして、いつものごとく記事をもらいに行く。いらっしゃい。手作りファッションの店、エイブルシスターズへようこそ。はい。服変わってなくない？ん？昨日は違ったんかな。あ、アイナさん、いらっしゃい。そうそう、家具のリメイクで使える布地、また新しいの作ってみたので、よかったらどうぞ。ありがとう。心を込めて作りましたから、よかったら使ってみてください。了解です。ぜひ使うね。おおきに、またどうぞ。さあ、ちょっと私はメニュー看板を変えてこようと思うのだけれど。え、違ったよね、メニュー看板。ほらほらほら、全然違う。片方コーヒーで、じゃこっちコーヒーにしといて、こっちを、メニュー黒板、こっちかな。イエーイ、これで別々のお店になったね。よきよき。てか思ったんやけどさ、私図鑑見たことないよね。図鑑ってどんな感じ？どこ図鑑？あ、これか。生き物図鑑。このアプリではあなたが捕まえた虫、魚の情報をチェックすることができます。結構埋まってない虫。あれ、花カマキリ私捕まえとるやん。え、捕まえとるんよね。私捕まえとったんか。捕まえて傷を愛しとるけど売ったことがないってこと？売りたーい。気持ち悪い。右に行くほど気持ち悪かった。ないわ。でも思ったより埋まっとった。で、こっちが魚？図鑑表示って何？あ、説明とかが見れるってことかな。これも多分右に行くほど、ほら。じゃ、可愛いやつ見ようっと。あれは？にも。にもにもにも。ん？図鑑表示。え？キモ？あ、こういう見方もできるってこと？絶対これ虫の方見たくないやん。え？絶対虫の方見、ちょっと待って。リスト表示に変えて。はぁ、あ。何？誰得？男の子が好きなんかな？ああいうの。詳しく見る。リアルー。リアルー。全然リアルで見たくないんやけど。なんか最近アゲハチョウがやたらでかく感じるんよね。気のせいかな。何？買い物に来た。フォーチュンクッキー。いいね、いいね。あ、てかさ、てかさ。何？この、パスポート？このパスポートの写真ってさ、あれなんやって、動物と一緒に撮れるらしくって、ちょっと待って。こっち側に移動すればよきか。
でもなんかツンドラさんが邪魔なような気がしてしまうけど、これでちょっとハンナちゃん動かないでね。ハンナちゃん動かないでね。あ、なんかもうあれやね、めっちゃ昔やね。あ、違うんだ。あの、私を、方向を、これで、ツンドラさん邪魔だな。あ、アンチョビが映り込む。めっちゃなんか渋滞しとるけど。でもなんか良くない？ごちゃごちゃ感。超ごちゃごちゃ感なんやけど、でもなんか賑やかなアユナ島って感じ。え、よきよき、これで更新しとこう。だってこの一枚にさ、アユナやろ？で、ハンナちゃん、で、ツンドラさんの鼻先にアンチョビの頭っていう。よき。肩書きなんか増えとる？これってさ、どっちがなんなんやろ？上が新しいやつ？いまいちわかってない。上が新しいやつかな？アウトドア派の。これは下？下が新しいのか？あ、なんか下が新しい。わからんね。全くわからんね。つい最近ワンルームの。つい最近増えたやつがどれかがよくわからんねよね。あ、でも下の方にルーキーとかがあるけん、これはもう上の方ということなんだろうか。ふんふんふん。あ、多分上の方やね、これ。あ、だってほら、ワンルームのってあの、一番最初のめっちゃちっこい家から始まったやつってこと？家っていうか、ま、テントやけど。ってことは、愛好家で、何愛好家になる？何愛好家とかない気がする。ちょ、待って、これ一気に飛べたらいいのに。く、なげえ。めっちゃ肩書きあったな、私。アウトドア派の愛好家、何を愛好しているかはわからぬ。映える娘じゃなくなった。ま、でもアウトドア派っぽいやん、なんか見た目。まあ、これで良きということで。いいね。なんか話しよる。今度は男の子同士で。なんか、風船飛んできた。やあ、イナくん。今僕たち昨日見てたテレビ番組の話で盛り上がったんだ。何見てたの？君たちにテレビなくない？僕だってテレビくらい見るさ。意外と参考になることも多いんだ。ちなみに僕が見てたのは、麺にウスターソースをたっぷりと絡めてパンにサンドしていたんだ。ウスターソース？パン？麺にウスターソース？あんなこと思いつくなんて僕も見習いたいもんだね。焼きそばパン的な感じかな。面白いことするんだね。僕が見てたやつでは大盛り焼きそばパンを食べてたようです。ん？同じ？もしや。へえ、そんな番組がやったのかい。そっちも面白そうだね。僕も見てみたかったよ、まさしく。同じ番組なんじゃないの？違うの？ちょ、待って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 。なんか、あつ森ってさ、プレゼント飛んでくる率高いよね。だいぶ。よいしょ。あ、どこ行った？あ、これか。スタンドミキサーってどんな感じ？おー、なるほど、こういう感じ。え、めっちゃいいやん。ちょ、現実で欲しいんやけど。え、現実で欲しいんやけど、それ。あ、半妙。お金、お金。半妙、ちょいちょい逃げられるけんね。はぁ、逃げられた。ちょっと、花カマキリに続いて、最悪。最悪、くっそ、なんてこったい。私、何かしら。どうしよっかな、置き鏡。誰かの家に似合う。あ、ライオネルの家に似合うんじゃない？置き鏡。あの色やし。ふふ、また会えて嬉しいよ。まさしく。これもらって。リアリ？まさしく。なぜ英語になった？はい、置き鏡。どうぞ。まさか、置き鏡かい？そうよ。こういうの僕好きだな。疾患がたまらないよね。僕の部屋に飾ったらいい感じになりそうな気がするな、まさしく。でもこれはあったらじゃ受け取れないよ、アイナくん。ほんの気持ちだけど、520ブレで買い取らせてくれ、まさしく。ありがとう。なんかさ、物々交換ならあれやけどさ、お金もらったらただ単に売りつけ売るだけよね。めっちゃ重いんやけど。あ、そうそう。私、リメイクのやつを見に来たんやっけ。
何しに帰ってきたかなって一瞬思った。はい、DIY でリメイク。なんか一個。ペットのベッドか。ふんふんふん。これは？あ、クッションの色が変えられる。え、めっちゃいいやん。え、これ、パターンにせんくても小花柄とかあるやん。小花柄、チェック柄。水玉柄かわいい。今ね、めっちゃシンプルなホワイトやもんね。で、パターン、あ、増えたのこれ？チェック。チェック B？ A はないんやね。チェック B が増えたっぽい。え、かわいい。え、だいぶ良きじゃない？なんかめっちゃいろんなのに使えそうな感じの来たやん。いや、よきよきよき。何色にしよっかなぁ。お？待って、千鳥公式だやん。めっちゃいいやん。でもペットのやつはなんかこのあたりが爽やかそうなことない？ってことでこれにしよーっと。はい、リメイクします。めっちゃ塗りよる。クッションそんな塗りたくっちゃダメだよ。よーし、置いとこ。よし、今日はまあいろいろとね、みんなとおしゃべりもしたし、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。なんかさ、あの家の外観さ、どんどん豪華になっていったりしよるけど、あのポストを変えたいよね。いつまでもなんかめっちゃボロくない？気になっとった前から。